本日はですね、患者様の声ということで、高久さんから、患者様の声を取らせていただけるとご了承いただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしたらですね、当院を受診するまでどのような症状でお困りでしたか？はい、今、8ヶ月の娘がいまして、でそのやっぱりその娘をこう持ち上げるときとか、もういろんなところでも毎回持ち上げてるので、それのこうガタが来て、でなんかぎっくり腰にちょっともうなる前もうな、あの2回もぎっくり腰をやってるので、もうこれ次ぎっくり腰またやるなって思って、危ないなと思って、はい、こちらを受けました。ありがとうございます。そしたら、ご自分でそのぎっくり腰の症状を事前に未然に防ぐために、うん、何かこうやられていたこととかはありますか？は、ストレッチだったりとか、うん、あとはその2回そのぎっくり腰をやった時は、あの他のちょっと整体院に行ってたりとか、あとはそうですね、自分でちょっと腰のあたりをマッサージとかしてたんですけど、まあ、子供が生まれてからやっぱそういう時間はちょっとなんか作れなかったりとかしたので、うん、ちょっとそうですね、それでびっくり腰になっちゃったのかなって、うん、はい、そしたら、当院をお知りになったきっかけっていうのは何ですか？は、代表の、うん、鈴木達也くんが高校の同級生 で、うん、はい、で整体院をあの開業してるっていうのを知ってたので、うん、あちょっと行ってみようかなって思ったのがきっかけです。ありがとうございます、はい、そしたら、まあ、施術を受けられてみて、うん、どのような変化が体にありましたか？腰はまず、2回の、 その施術後にはもう痛みがなくなって、うん、であとはちょっと肩こりとか首こりもあったので、うんうん、そことかもあの手術をしてから1、2週間は結構楽な状態だったので、うん、まあ、そろそろちょっと痛くないそうだって思った時はもうこっちに来てるようにしてます、うんうん、ありがとうございます。そしたら、まあ、実際その当院と他の院を比べた時の、高久さんがもう違いなんかあれば教えていただければと。はい、それは、うん、ここに書いてあります。私は、前の都内の、うん、整体に行ってて、うん、でその時にあの思ったのは、その契約する時にあのその整頓してくれる人が、まあ、なんか副院長みたいな人だったんですけど、うんうん、でその後何回かその整頓をあの何回転か10回転ぐらい申し込んで、うんうん、その後の件はあのなんか違うスタッフがやって、うんうん、あの手術をしてくれたりとかしたんですけど、なんかその契約するときはそのやっぱりその施術がうまい副院長とかだったりとかで、でその後はなんかこう何ですかね、まあ、うん、普通、うんうん、一般のスタッフだったんで、なんかそのまあそりゃ副院長うまかったから、うん、この人にお願いしたいなって思って、そう回数を買ったけど、うんうんうん、その後はなんかあれみたい なんか、うんうん、ちょっとスタッフが違かったので、うん、なんかそこはちょっと残念だなと思ったんですけど、うんうんうん、なんかこっちはそのマンツーマンで、うん、いないんで、そう鈴木達也くんがずっとそうやってくれてるので、うんうん、そこは安心でした。ありがとうございます、はい、そしたら、ご自分と同じような症状で困っていて、当院を受診迷っておられる方がいらっしゃると思うので、はい、そんな方に何か一声あればお願いします。はい、そうですね、私はもうぎっくり腰っていうのを、まあ、もう2回やっていて、まあなんかそのあもうすぐ来るなっていう、まあ、予兆があって、でこっちに来れて、で本当に腰も変わりましたし、あとはなんか出産してからやっぱり自分その時間がやっぱなくなったりとか、でお風呂にゆっくりこう疲れて自分でマッサージをするっていう時間が本当にやっぱりなくて、なので自分のそのヨガ行ったりとかジム行ったりとか、そういうメンテナンスをするあの時間も本当になくなった中のそのぎっくり腰だったんで、うん、それをこう1回2回でこう直してもらったのは本当に、うん、すごい楽に、体も楽になりました。
ありがとうございます、はい、そしたら本日ですね、神様の声ということで高久さんから貴重なお話をお伺いできましたので、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。